羽生善治名人です。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。タイトルホルダー同士の一戦ですけれども、はい、そうですね、まああの専門家じゃないんで全然わかんないっていう感じなんですけど、はい、ありがとうございました。それでは棋譜読み上げのあじきさん、よろしくお願いします。振り駒の結果、先手が森内竜王に決まりました。それではお願いいたします。お願いします。先手森内竜王7六歩。後手森内竜王3四歩。先手5三桂なる。ちょっと無理っぽいような、すごいところから仕掛けたなっていう印象はあるんですけど、はい、後手6二銀。ただもう行かざるを得ないという部分もあったんではないかな、はい、決断としては非常に良かったような、感じがありますね、はい、それではお二人の対戦成績をご覧いただきましょう。はい、全部で43局も指して、そうですね、まあ、非常に、はい、拮抗しているというか、まあ、あと大きなところでの対局がやっぱり多いという印象が、はい、ありますね、はい。先手6二同じく成り。後手6二同じく金。森内竜王、対局中の表情とかはどうですか？変わらないいつも変わらないです先手8六歩。後手8四歩。これは一体、まあしょうがないんですね。攻め手がちょっと少ないんで、やっぱりちょっと手駒を増やさないことには仕方がないという。先手8五歩。後手8五同じく歩。あ、何が何でもここにか、アクロスになっちゃう。8号同じく角。意地でも、はい、そのライン後手8号同じく飛車。あ、先手8六歩。これはなんか実践的な手ですよね、反則ですけど、はい後手8六同じく飛車。あ、先手8六同じく飛車。うん、いや大変です、大変、これまだまだね、はい、うわー、後手7七角なる。うーん、どうするんでしょうか。先手8一飛車なる。わお、後手5九馬。森内竜王の勝ちでございます。この一局振り返っていかがでしたでしょうか。出だしから意外な将棋でしたけど、はい、あの大熱戦だったと思います、はい、はい、どうもありがとうございました。